皆さんこんにちは、デッサンパイセンです。今回は、木炭デッサンで使う、道具、画材についてお話ししていきたいと思います。まず木炭からお話ししていきます。濃い木炭、こういうのが売ってます。これは、木炭、一軒の木炭3本入りのものですが、こんな風なものが入ってます。これはもう、木を焼いた炭そのものですね。これは今柳なんですが、木炭は柳以外にもクヌギとかも、あるんですけど、柳が粉が細かくて書き味が柔らかいんで書きやすいのは柳が書きやすいと思います。それからこれは、さっきの3本入りで、これは2本入りなんですが、これはちょっと太い、さっきよりもちょっと太い柳の枝が入っています。それからこちらですね、これは1本だけ、柳の枝が入っているんですが、これは太い木炭です。これね、広く、塗ったりできるものですね。それからこういう6本入りのものは、これ細い、木炭で、これ細部を、細かいところ書いたりなんかするのに使える細い木炭ですね。この太さが違う柳の木炭を使って、書いていくようになります。木炭は自然の木なので、この中に、この芯があります。木のなんかこん、柔らかいこの中に入ってるやつは、外側のこの硬い木炭じゃなくて、もう本当に粉末のようなものがこの中に入っているので、描いてるうちにその粉がこう落ちてきたりとかして画面が汚れたりするので、こういう芯抜きというものがあります。これ下にブラシが、ついてて、この中を芯を抜いて掃除してあげるものなんですけど、粉が落ちて、画面が汚れるのが気になる場合は、こういう木炭用の、芯抜きを使うこともあります。木炭デッサン、こういう、これは、チャコールペンシル、鉛筆の、普通の鉛筆はグラファイト芯なんですが、この鉛筆の芯はチャコール芯というふうに言います。木炭レッサンはどうしても細かいところとかシャープな形っていうのは作りにくいんですが、これはこういう、チャコールペンシルを使って、補助的に、こういう画材を使っていったりもします。鉛筆の時にも、紹介したんですが、殺筆ですね。これで、木炭はどうしても粉がこう表面に浮いているので、こう殺筆で中にこう粉を落としてしっとりした感じにしてあげるように使います。これと殺筆と同じなんですが、これガーゼですね。このように画材屋さんに、木炭用のガーゼとして販売されてます。これはガーゼはこう、粉をさっきの殺筆のような使い方、それから叩いて粉を落としてやったり、木炭デッサンの代表的な消し具ですね。こんなものを使います。これはパスコですが、山崎と
まあ、あります。でこれはこのパンを消し具として木炭を使います。まあ、して使っていくんですが、これあの、ゴミがたくさん落ちます。これはね、どうしても、まあ、木炭は粉も床に落ちるし、パンを使えばそのパンの削りカスがボロボロ落ちるので、一般家庭ではあんまり、まあ、パンを使わないかもわからないですが、パンを使う場合は、まあ、そのパンの、パンができるだけ、まあ、これなんかこう握ったらすぐこう固まりますけど、油分が少ないものというか、まあ、できるだけ、まあ、しっとりしてない、パサパサっていうのは変ですけど、油が少ない方が画面が汚れないですね。それから木炭デッサンで木炭紙を、クリップで留めてますが、この画板ですね、これはもう木炭紙特有の画板なんですが、カルトンっていうふうに言います。でこれはこのカルトンはちょっと小さいカルトンなんですが、もっとこれの倍あるものもありますし、もっと小さいものもあります。でこれ、何枚も、重ねてますが、木炭紙っていうのをこう何枚も重ねて、あの柔らかい状態にして、使っていかないと粉がうまく乗らないんですよね。まあ、この黒い粉をあの上手に調整して明暗を作っていく。で、紹介した例えばガーゼとか、パンとか練りゴムなんかでこう使っていくんですが、一番よく使う画材は、指ですね。指でこう明暗を調整していく。なので、まあ、どうしても、木炭デッサンをやると、木炭デッサンのに使う画材ですが、まあ、これ以外にもいろいろ画材があるんですが、とりあえず基本的にな、デッサンしていくための、画材として紹介しました。まあ、いろいろ使ってみて、自分に、まあ、向いている自分が好きな画材を見つけていってください。